皆さんこんにちは、自称レゴブルダーヒロイエだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイターイエロータクシーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらはレゴストア限定のレゴクリエイターです。ちなみにこちらは今月の15日に閉店した神戸のマリンピアのレゴストアで買いました。ちなみにイエロータクシーはアメリカのラスベガスとかでよく走っているタクシーです。僕個人的に言えば仮面ライダードライブのディメンションキャブを思い出します。ちなみにこれと同じでレゴクリエイターのトゥクトゥクも1年前にレビューしたことがあります。箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらは2021年発売で定価は1180円でピース数は124個です。ではこちらのレゴクリエイターイエロータクシーを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。全部で20分で作り終えました。こちらのイエロータクシーなんですけど、個人的に思ってたよりちょっと小さかったです。ではこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、レゴクリエイターイエロータクシーです。はい、イエロータクシーが完成しました。レゴストア限定のレゴクリエイター、めちゃめちゃいいですね。全体をぐるっと見るとこんな感じです。側面はこんな感じで、後ろはこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。フロント部分は少ないパーツでよく再現されています。プレートナンバーが LDC812 なんですけど、これは多分アメリカの車のプレートナンバーだと思います。続いて窓部分はこのようになっています。この 1×2 のクリアのスローパーツは初めて見ました。窓に使われているパーツも 1×1 のクリアブロックが使われていますので、これパーツ集めに結構いいんじゃないかなって思います。続いてボンネットはこのようになっていて、車の上に広告がありますので海外らしくてとても好きです。こっちには自由の女神の広告で、反対側にはピザの広告があります。後ろの部分も少ないパーツでしっかりと再現されています。裏側はこのようになっています。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。ただこのレゴクリエイターの唯一残念なところはミニフィグが乗れません。ちなみにミニフィグと並べるとこんな感じです。あー、やっぱ大きさ的にミニフィグが乗れるぐらいですね。ちょっとこれ乗れないのがやっぱ残念だなって思います。ではいろいろと比較しましょう。まず大きさ的に似ている昔のスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。大きさ的に昔のスピードチャンピオンよりちょっと小さいです。ちなみに幅の大きさは一緒です。じゃあ続いて色的に似ている、じゃーん、トヨタのスープラと並べるとこんな感じです。まあ当たり前なんですけど、大きさも造形も全然違いますね。あー、でもこうやって黄色の車を並べるのも結構ありだと思います。はい、レゴクリエイターイエロータクシーはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターイエロータクシーを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのイエロータクシーなんですけど、細部までこだわっていてとても良かったです。1年前に組み立てたトゥクトゥクと並べるのもありだと思います。こちらのレゴクリエイターはレゴストア限定品で値段も手頃で買いやすいので、気になった方はぜひ作ってみてください。個人的にこちらのレゴクリエイターはパーツ集めとしても最適だと思います。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。